しじゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら。